素晴らしいフェスがたったの5000円で見れるわけなんで。音楽中心に好きなものを語っていくチャンネル、フォーチュー、始まりました。はい、今回はね、クリスタルエクス主催トゥルノースフェスティバルの解体新書です。はい、解体新書。まあね、参考までにいろんな話を聞いてってもらえればいいかなと思いますんで、うん、まあ、それぞれの出演バンドの特徴だったりとか、うん、会場で、まあ、みんなでレッツセンガロングしようぜっていうね、ですね、最初に謝っときたいんですけど、ちょっと全てのバンドをね、説明しきるのはなかなか時間的にも僕らの知識的にもちょっと厳しくて、はい、そこだけはちょっとご了承くださいっていう感じで。そう、本当夢のようなね、はい、フェスなわけですよ。そういうわけだ、ね、我々メタルファンにとって、うん、本当に国内の素晴らしいバンドたちと、うん、海外のね、なかなか見れなかったバンドをクリスタルエイクが呼んできてくれてっていう、うん、素晴らしいフェスがたったの5000円で見れるわけなんで、本当に熱いフェスになるかなと思うんで、うん、熱いですね。それじゃあやっていこう。やっていきましょう。一番僕らが見たいバンド行っちゃいますか。行っちゃいましょう。アデプト。アデプトね、もう待ってたよ、本当に待ってたね、ありがとうって感じ。ありがとう、本当
15年来ですよね、うん、本当に。もう本当デビューしたてからアデプトは、ね、聞きまくってたからね。この2人はすごい好きで、うん、言葉はいらないんですよ。僕たちの青春なんですよね。そうだね。デジディーラーズですよ、うん、はい。最初ジャケダッセーなと思って。そうだね。ファーストあんまりピンク当時来てなかったから、うん、ちょっと寝かしたんですよね、うん、聞かなくてもいいかなと思ってたら、めちゃくちゃかっけえじゃん。もうそっからですよ。覚えてるね。ずっと聴きまくってて、ファーストちょろっと聴いて、ファーストまあまあ、あこんなもんかっていうさ、スクリームっぽいバンドだなみたいな、ね、ファーストの曲、結構曲名とかがふざけてたりとか、シャクシャクシャクとかね、サメサメサメってなんだよみたいな。タックアタック、うん、あー分かる分かる分かる、スティックスティックリーじゃないけどさ、うん、なんかそんななんかニュアンスのバンドまた出てきたぜみたいな、うん、当時いっぱいいたからね。当時メタルコアとスクリーモの中間ぐらいのさ、うんうんうん、バンドってさ結構出てきてて2009とか、うん、でやっぱアデプトは、うん、そのヘビーさとエモさのバランスがね、もう群を抜いてね、そう高いんですよ。そういうバンドなんですよね、うん、スクリーモ好きも聴けるしメタル好きも聴けるし、うん、そうそうそう、なんかほんとバランスのいいバンドで、そうそう、重いところはすごい重いし、うん、キャッチなところはすごいキャッチっていう感じで、うん、うん、そうだね、たまらないね。ヘビーミュージックファンには多分たまらないバンドなんでね、はい、まだ聴いたことないよっていう人はぜひチェックしてほしいなと思います、はい、もう MV になってる曲だけでもね、うん、泣きがね海っぽいんだよね。あー海とか空系で、ね、そう自然を感じさせてくれる、うん、スウェーデンの独特のなんか物悲しい感じもあってさ、うん、でもシンガロングパートがすごい豊富でさ、でみんなで歌えるし、うん、あボーカル一人で当時から、まあ、クリーンとスクリームもしててさ、うん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 、次ストレイフロムザパス。ニューヨーク出身ですよ。ニューヨーク出身のハードコアだよね。うん、ハードコアパンク系だよね、うん、カオティックというか。カオティックなんだよな、初期は。うん、初期かなりカオティック、うん、最近の 2,3 枚は結構聞きやすくなってるけどね。うん、本当声とか音楽性もデンジャースケープランっぽくて、うん、今はなんかね、現代版レイジーうんうん、的な感じで言われてるよね。メジャーゲンストだマシーンね、うん、すごい社会派で、うんうん、まあ、政治とか、まあ、そういうのにすごい尖ったこうメッセージ性を、そうだね、そう、感じ、ロックって感じ、パンクって感じ、そうそう、まあ、これがなんかまあロック精神だなっていうのをすごい感じるバンドで、レイジもそういうバンドだしね、もともと、うんうん、うん、そうだよね。で、レイジの曲もね、カバーしてるもんね、うん、ストレイフロムザパスは。で、このバンド11月ぐらいにアルバム出すんですよ、うん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 、今最近ここに 3,4 ヶ月で上がってる MV はどのアルバムにも収録されてなくて、うん、でそれ YouTube とかでも全然聴けるんで、 MV になってて聴けるんで、それはまあぜひチェックしておいてほしいな。そうだね、めちゃくちゃかっこいいから、うん、そう、アーティクスのサムとかとフューチャリングしたりとか、うん、たまんないわけですよ。じゃあ行きましょうか。じゃあスウォーイン。こちらイリノイ出身のビートダウンハードコアバンドですね、うん、アルバムも結構3枚くらいリリースして、実はこれ僕このバンドノーチェックでですね、そうだね、うん、MV もねたくさんアップされてるんですけど、MV のボーカル1年前に脱退してるみたいですね、うん、うんうん、あのビートダウンハードコアって一時期すごい出てきてて、そうだね、うん、ちょっとね正直食傷気味でどの曲も同じに聞こえるし、ちょっとあんま没個性かなっていうのがまあ、あって、でもライブ聞くとそうなんだね、そうこういうバンドライブ強くてさ、強いんだよね、やっぱそのキャッチーな部分がさあってさ、ハードコアキャッチー、うんうん、な部分があるから、うん、もう曲知らないでも、ね、乗れるしさ、ガンガンモッシュできちゃう、そうそうそうって感じなので、ちょっとまあノーチェックなんですけど、うん、まあ MV とかではチェックしてるんで、うん、まあ見てね、うん、あれだったら CD とか購入も考えようかなと思ってます、うん、はい、はい、次ローズ。こちら UK さんの、まあ、ニューメタルリバイバル系バンドかなと、うんうん、ボリュームスとかと似てて、うんうん、悪いね、そう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 、割とあのコーヒーのマット・ベインとかとちょっと音楽性近いかなって思ってて、うんうん、空間系の使い方とか、まあ、結構雰囲気系のこうふわっとした感じがあってさ、でまあ、2000年代初頭感があるかなと。あるね、うん、国内勢の紹介で、うん、まずこのトゥルノースやるにあたってですね、
あのロードトゥートゥルノースっていう、うん、オーディション形式で3バンド選出しますっていうのを、うん、クリスタルレイク主催でやってまして。そうだよね、結構他の大型音楽フェスとかでもさ、そのオーディション枠っていうのあって、すごいいい、なんだろうな、若手バンドが挑戦できる、うん、いいシステムかなと思うんだけど、うん、クリスタルってあの前回別動画でも紹介したと思うんですけど、うんうんうん、あのこう若手やっぱり持ち上げようっていう、その日本のその分母とかそこを上げようっていうのをすごいやってるバンドだから、ヘビーミュージックのね、そう盛り上げようとしてくれてるから、うん、それのね一環だよね、その活動の、はい、うん、でその中の3バンドいるうちのちょっと僕ら注目の1バンド、ご紹介します思います。ビジョン・オブ・ファティマ、こちら京都産の、まあ、カオティック寄りのハードコアバンドでして、うん、結構聴きやすくて、まあ、叙情的で、まあ、キャッチーさもあって、うん、MV とかも上がってるんだけど、うん、まあ、演奏力もすごい高いし、そうなんだよ ね、すげえうまい。で僕ライブ初見なんですけど、うん、見てるんだよ。あ、見てる、何回も見てて、うん、結構長い間活動してるバンドで、そうだよね、うん、まあ、音楽性的になかなかね、カオティックだから、うん、あれなんだけど、やっぱライブがね、すごいかっこよかったよ。あ、うん、そうだよね、やっぱり劇場感があって、うん、そうだね、劇場系だよね、一昔前ぐらいの叙情系の古き良き流れっていうのをやっぱり曲の中からも感じるんですよね。うん、これ僕も音源とかも持ってなくて、うん、あの MV でしか見てないんですけど、うん、まあ、ちょっと注目かな。そうだね、ライブ良かったら CD 買っちゃうかもしれないっていうバンドね。はい、楽しみです。はい、楽しみですね、はい、残りの2バンドもね、割と若いバンドで僕ら見たことないので。ないね、うん、ちょっとまあ MV とかチェックしてるんですけど、うん、まあ、当日行って楽しみたいなと、楽しみたいなと思ってます。はい、残りの枠、はい、国産ですね。国産ね、最後の方に発表されたやつね、うん、じゃあ、サイガンテラーからいきましょう、うん、はい、こちらね、あのクロスオーバーハードコアですよね、東京と、うん、90年代後半ぐらいから活動してます。ベテラン多いな。あ、マジベテラン多いね今回、うん、ね、この手の国産のブルータルハードコア系はね、多分フロアで突っ立ってるとマジ怪我するから僕指折れましたから何回も骨を折るから先輩なんですけど指とかね、こっちの方向いちゃったりとかして、ね、気をつけてくださいね、まあ、しょうがないから、あのメタルハードコア系の模試はさ、うん、文化としてしょうがないと思うから、エッジオブスピリットですね、うん、エッジオブスピリットも、うん、マジ凶悪だね、何回もこのバンド見てて。そうだね、うん、メタリックハードコアだよね、ほんと初期ね、うん、初期のメタリックハードコア、そうね、うん、まあリフものが結構あるハードコアっていう感じで、うん、うん、ですかね、ぜひチェックしていただきたいなと思います、ね、はい、じゃあ次、シャドウズ。あ、これファクトの公認バンドっていうか、そう、ね、まあ、メンバーが分裂して、ね、分裂して作ったバンドなんだけど、うん、まあ、ストーリーオブザイヤーの来日の時に見てて、うんうん、そうだよね、俺ちょっと行けなかったからさ、うん、見てないんだけど、なんて言うんだろうな、ファクトミもやっぱある曲あるんだけど、うん、なんか基本的に結構オールドスクールなコード系のハードコアと、うん、まあ、ボーカルがファクトっていう感じのサウンドで、うん、まあ、結構好きな人多いんじゃないかなと思いますんで、はい、ね、チェックしてもらえればなと思います、うん、はい、ナイテッド、うん、行きましょうか。超ベテランですね。ユナイテッド見たことある？あるあるある。あるんだ。俺ね、一回だけね、見たことあるかもしれない気がするんだけど、うん、まあちょっと今回楽しみにします、うん、なんか勉強という感じで見てってほしいなって思うバンドなんで。はい。あとはスパークサウンドショーですか、うん、スパークサウンドショーね。俺このバンド知らなかったんだよね。知らなかったね。うん、え、なんかMV 見たんだけど、ちょっとホルモンっぽいのかなって思って、うん、そうだね、ワードセンスもさ、うん、なんかコミカルな感じとかもあって、そうだね、まあまあこの辺りもちょっと見て楽しめればいいかなと、うん、そうだね、うん、思います。で、Before My Life Fails ね、
ね、はい、これは本当懐かしいね。復活枠なのかな、結構トゥルノスってさ復活枠あるじゃん、うん、でね曲もね、うん、すごい乗りやすいと思うんで、うん、ぜひ見てってほしいなと思います。そうだね、初期メイフスファメイファイアとか好きな人だったら、うんね、結構がっつりハマるかなっていう、うん、アイススミスですね。これは好み分かれるかなっていう感じなんだけど、うん、まあさ、トゥルノースってそもそもジャンルミックスなフェスだから、うん、全然こういうバンドが出るのはすごいいいことだなと思ってて、なんかメタルハードコアだけで固めちゃうとさ、やっぱ疲れるんだよね、うん、だし、うん、音楽的な広がりがないから、うん、やっぱ結構歌物でうん、乗り合って、うん、まあちょっとスカっぽい感じ。そうだね。はい、では求めます、はい、やっぱせっかくクリスタルレイクが用意してくれた大きな舞台だから、うん、ほんとみんなでね、うん、どんどん大きくしていけたらいいかなって、盛り上がりを見せていけたらいいんじゃないかなって思うんで、うん、ね、でもほんとさ国内のメタルフェスなくなりすぎたよね、うん、ほんとなくなりすぎたね。ラウドファークとかもなくなっちゃったし、うんうん、ノットフェス、オズフェス、うん、まあ、ノットフェス来年決定したけど、あるけどなんかね、休み休みになって毎年の楽しみっていうのじゃなくなっちゃったからさ、うん、どんどん今年誰来るんだろうっていうさ、ワクワクがさ、うんうん、やっぱあるじゃん、うん、タイムテーブル見ながらあのステージが3つぐらいあって、いやー、かぶってる、でもどっち見たい、ちょっと見てこっち行こうかとか、うん、そういう楽しみね、ね、あるよね、すごい、それがフェスの楽しみだと思う。なんか友達とお前どっち見んだよみたいな、そう、別れて後でここで待ち合わせしようとか、うん、それもフェスのね、醍醐味かなって思うんでね。そうだね、まあ、そういうのってさ、なんかだんだん失われてきちゃったなって思うわけなんで、うん、本当になんかフェス自体行かない人もさ、うん、増えてきちゃったわけじゃん、うん、まあ、俺らとかもそうだけど、うん、そうだね、うん、カラス先輩もクロちゃんも参戦するんで、まあ顔隠してるんであれなんですけど、まあもし気づいた方いたら全然声かけてもらって構わないんで、はい、お願いします、ね、フェスの楽しみ方ね、うん、まあ、マナーとかね、うん、やっぱりみんなの、うん、あ、ハードコア精神、うん、ここですよ、ここね、そう、まあホスピタリティ、うん、なんか倒れた人いたら助けるとか、うん、うん、やっぱ怪我する人も中にはいたりとか、携帯ポンって飛んでったりするからさ、やっぱ激しい音楽性だからね、まあ、そうだね、今年一回僕携帯飛ばしてるんで、うん、でね、やっぱその時も拾ってくれたじゃない、そうライブ後お客さん拾ってくれてて、その後熱い抱擁を交わすっつってハグをね、交わすんだけどありがとうっつって、もう今のフェスって本当問題になってるけど、うん、なんかもう椅子広げて座っちゃったりとかして、ああそうだね、うん、やっぱもう、まあ、もちろんね、夏フェスなんかさ暑いし、うん、疲れるし、うん、休まないと死んじゃうんだけど、うん、その時のマナーだったりとか、その見てる人もいるわけだからさ、っていうかさ、うん、あのめちゃくちゃねフェスに出るっていうのは大変なわけですよ、バンド側としたら、ね、みんなの夢なんだよね、うん、だからやっぱりこっちを見に行く側のリスペクトもすごい必要かなって思うわけで、うん、うん、ちゃんと見てってほしいなって思うけど、うん、おじさんは結構ね、ヒップホップとか EDM 系のフェスとか行ったことあるんだけど、うん、いやまあでもあっち系なんて特に、うん、もうこのラウド系と比べたらもっとマナーとか悪いわけですよ。そうだよね、うん、ゴミとかもさ、喫煙所とかひどくて、うんうん、でも紳士がいっぱいいるから、うん、メタルファンは、メタルファンはハイザーそこにあるのになんでここに捨てんのみたいなね、そう、すごいあるし、唾とか吐くし、うん、汚ねえなって思って結構ヘキヘキとした時があったんだよね、うん、うん、ね、やっぱいいものを作っていきましょうって感じで、そうだね、みんなでね、うん、それではまた次の動画でお会いしましょう、お会いしましょう、せーの、グッバイ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 